おはようございます。梶原です。僕はですね、ここから恩賀川なんですけど、15分ぐらいのところに住んでて、かなり冷え込んできたこの恩賀川なんですけど、これから先面白い釣りがたくさんあるので、今日はお見せできたらなと思います。頑張ります。まあ、冬に釣るコツは、僕はベースをとりあえずシャローに置いて、シャローでも浅いシャローの浅いカバーなのか深いカバーなのかとか、まあ、目に見えるもので釣れるのかとかを一応ざっくりやって、その雰囲気だったり感覚で沖に入っていくっていうことが多いですね。あとは冬って呼んで釣る釣りがすごい多い。今日もビッグベイトだったり、まあ、シャットだったり、まあ、プラグで呼んで釣る釣りが多い中で、一番大事なのはもうリズムですね。もうまだハイシーズンだとちょっとしたリズム感が崩れてても釣れるんですけど、冬ってちょっと乱すだけで全然圧倒的に超過が変わる。なのでシャットだったりビッグベイトも自分の中でずっとリズム刻みながら、あとは僕なんかはシャットなんかは、1,2 でトゥイッチして3秒放置だったりとか、毎日そういうことは考えつつ意識して釣りすると確実に1匹にはつながると思います。冬の魚って多分早い段階で見つけてても、多分食うまでにすごいそれをリズム取って食ってる感じがするんですよ。さーって、あ、そのままの勢いで、この時期はやっぱ体が動かないんで見つけたパクッとはいけないのが冬であって、なんでゆっくりゆっくり遠くから見に来ててるっていうのが、多分見に行きながら相手のリズム感をずっと多分サーチしてて、なんでジャックベイトとかも一定のリズムっていうのは多分そういうことだと思うんですよ。一定のリズムにすることによってバスがゆっくりゆっくり追いついてきた時にどのまで食うかっていうのを多分勝手にバス側が選んでやってくれるんで、なんで不規則な動かし方すると嫌がっちゃうっていう、なのでそこだけすごい意識してあげると圧倒的に変わると思います。タイニークラッシュです。これはビビットクルーズですね。きっと音楽が冬が一番アグレッシブな釣りできるかもしれないですね。意外とこういう釣り、はい、この時期が一番この釣り系は反応はいいですね。ちょっと霞に似たとこありますね。アラバマだったり強い釣りはやっぱ冬すごい良くなる。音楽が上と下で全然違うんですよね。トーナメントエリアになるといろんな水路と流入河川が入っちゃうんで、すごい水汚くなっちゃうんですけど、上はまだこのストレートぐらいなんで、ずっと恩賀川の本流に近いんで水は綺麗ですね。今スイムベイトを投げてるんですけど、そのなぜスイムベイトかっていうと、まあ、低水温になって魚動けなくなって、一番重要なのは冬って魚動けない分、一回に食べるものを大きくて食べると長持ちするわけなんですよ。それを食わせるためにスイムベイトで、やっぱりでかいのはそういう魚を狙ってるんで、スイムベイトにもいろいろあって、早く巻くスイムベイトだったり、まあ、ゆっくり巻けるスイムベイトってあるんですけど、今はスイムベイト、ゆっくり巻けるスイムベイト、ゆっくり巻いてもしっかり動いてくれる、その一定のスピードで尻尾をブリ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 って振る、そして魚を浮かすことができるっていう面で、スイムベイトを使用していて、なおかつこれはサイズだけの話じゃなくて、魚自身がすごい活性が上がる。なんで僕自身はスイムベイト投げた後にまたシャットを入れることによって、その活性が上がった魚を食わせるっていう意識もしてるんで、なんか僕の中で感覚として、これは絶対っていう言い切れないんですけど、スイムベイトを投げた後に入れた方がすごい釣りやすい気がします。やっぱなかなかその入りにくいスイッチを入れるっていうのがこの冬の季節の一番重要なとこなんで、でやっぱりカラーも重要で、カラーもやっぱりこの時期は音楽もマッティからステインだったりステインマッティになる中で、やっぱりこの溶け込む色、白だったりチャートだったりっていう、このようなカラーがすごい一番おすすめで、そうですね、タックルバランスは今は XH 使って、74の XH 使ってるんですけど、なるべくティップがちょっと入りやすいような竿がいいですね。キンキンの竿で巻くとどうしてもその
まあ、さっきの糸の話じゃないんですけど、糸も程よい張り感があるからこそワームが一番自然、あのルアスイムベイトが自然な状態で泳いでくれる。でどうしてもこっち側が硬いロッドを使ったり、まあ、硬いラインを使うことによってスイムベイトの一番大事な姿勢だったりその波動というのを硬さからゆえ壊してしまうんですよね。なんでその一番自然な結局ブリ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 尻尾を振って泳いでる時の余韻、そして若干顔がやっぱり動くんですよね。その若干顔が動くっていうのはすごいこの季節は重要で、硬い竿を使うことによってそれを制御しちゃって尻尾だけしか動かないようになっちゃうんで、それやっぱりこのスイムベイト本来の一番いいところを消してしまうんで、そこはタックルセッティングはなるべくティップが入りやすい、まあ、MH から XH ですね。はい、冬の釣りまずはビッグベイトやスイムベイト、まあ、こちらなんですけど、なぜこのアブソルトトリプルAを使うかというと、今回は16ポンドをメインに使用しています。ビッグベイトだったりスイムベイトですごい何が重要かというとコース取り、これがすごい重要になってきます。でコース取りをするためにどうしたらいいかって、水やっぱりフロロカーボンならではの水に沈むっていうのはすごい重要で、キャストして、ライメンディングする、そして糸を沈ませることによって一定のレンジをスイムベイトを引くことができる。これがより浮くラインだったりもっと P ラインだって浮いちゃうと、どうしてもスイムベイトだってビッグベイト上に向かって水面に向かって泳いじゃうとルアー自体の本来のパワーを発揮できてないのもあるし、長い距離一定のレンジ引きたいのに上に上がっちゃうっていうすごいデメリットなところがあるんですけど、プロロカーボンの16ポンドを使用するにあたって一定のレンジをキレイに引くことができる、そしてこの程よいしなやかさでスイッチだったりアクションしてもきれいに泳いでくれる、なおかつパワーがあるのでしっかりフッキングして勝負できる。今までだと18ポンドを使用していたかもしれないですけど、その16ポンドで落とすより魚に、糸のプレッシャーを与えないっていうことがすごいできるので、アブソルトトリプル16ポンドの、スイムベイトのやったり、ビッグベイトの使い方でおすすめします。今使ってるのももう最強のアブソルトなんで、やっぱカバーの釣りはもうこれ一択っすね。もう安心感が全然違うんで、そうっすね、昔はいろんなライン使ってたんですけど、意外とバリバスさんはずっと長くサポートしていただいてて、なんかなちょっとこう高校生ぐらいからいろいろなんかちょっと応援してくれてて、そうなんですよ、なんか NBC っていうシリーズでやたら僕がモーリスとかバリバスカップで勝ってたんですよバリバスカップの時よく勝ってて、なんか九州の営業所の方から声かけてもらって、やっぱりこのアブソルートずっと使ってますけど圧倒的に試合とかでもハンデっていうか人より全然安心して釣りできるんで絶対アドバンテージですよね。今は14です。ギアンですね。多分今までの僕の中で今までだったらもう1ポンド上げてるんです。全部カバー打ち16とか巻物まあ14とか沖のベイフィネもそうですね、8ポンドスピニングも4ポンドだったのを全部3ポンドに落とせるし、1ポンド落としても全然強度的には全然他のメーカーの3ポンドより強いんで、カバー打ちどうしてもこの時期は物に吊るしてバイトする時のバイトがすごい伝わりにくい、そういったすごい人間が気づいてない時ってすごいあるんですよ。けどこのアブソルトトリプルAの程よい張り感だったり、硬さですごいフォール時のバイトだったりすごいショートバイトで抑え込むようなバイトもしっかり、手元に伝わるので、そこからすごい瞬時にフッキングできて、すぐファイトに持ち込める。普段だったら16だったり使ったりするんですけど、アブソルトトリプルAだったら14で問題ないです。もう14のパワーで、なおかつその 5g だったり、3.5g の軽いテキサスまで扱える、ラインが強いからこそこれはできることなので、信頼度を持ってしっかりプライベートでも試合でもカバー打ちは14ポンドのアブソルトトリプルAで一択です。下流っすね。はい、
そう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 、あの三連湾道らへん、あの時は D ジグの I 字引き、スモラバただ巻きでゆっくりシェイクすると引って逃げちゃったりしたんで、ゆっくりただ巻きするとめっちゃパーンって食ってくるんですよ。 D ジグのあのフィネススペシャルすごい、僕は最初動かした時に魚の集合体にしか見えなくて、魚の集合体がキュッてこうなんかゴンズイの群れみたいな海のすげえ見えて、あこれただ巻きでも、ただ巻きの方がすげえ群れがこうやって泳いでるように見えるなと思って、ただ巻きするとすごいどこでも釣れたんですよ、リザーバーで。なんか恩恵があって、昔から冬はスモラバっていう文化が強くて、最初の頃いろいろダウンショットだったりメタルバイブだったりいろいろ試してみてたんですけど、なんか昔からこう恩恵があって冬はスモラバっていう地形に対してスモラバアプローチするっていうのがすごい聞いてて、やってみるとやっぱり釣れて、ハイシーズンだとダウンショットだったりデコリグの方が強いんですけど、この低水温期になるとやっぱりそのスモラバの多分膨張するんでしょうね、そのモワモワってしたのが、その感覚がすごい良くて、冬場はすごいこのスモラバにトレーラーつけてちょっとしたブレイクだったりちょっとしたあのロックエリアをシェイクして釣っていくっていうのが多いです。で今は 2.3 グラムの D ジグでやってるんですけど、ベイトタックルで、まあベイトフィネスタックルで8ポンド、アブソルト8ポンドで 3.5 グラムから5グラムぐらいのちょっと重めのスモラバなんかもすごい使用しますね。オンガ川で釣りするにあたって、フィネスの釣りは基本的にはこのアブソルトトリペルの5ポンド、この一択ですね。5ポンドより以下っていうのはオンガ川のそのマッディだったりステイマッディの中ではそんなに差がないっていうことで、よりやっぱ強く魚をしっかり岩場から離してあげたり、まあ勝負に持ち込めるっていうので5ポンドで、糸が太いんじゃないのって思われる方も多いんですけど、アブソルトトリプレーの滑らかさで、より繊細に扱うことができ、船での近距離戦だったりカバー絡めた時にどうしても合わせ切れってやっぱ多いんですよね。けどこの摩擦抵抗がすごい強いアブソルトトリプレーだったりすると、近距離でフッキングしても全然しっかりラインブレイクすることもせずかかりますし、対、カバーだったり水中のオーダーだったりっていうところでしっかりかけても全然安心してファイトできる。飛距離はそんなに5ポンドにすれば飛ばなくはなるんですけど、ここしかないスポットだったりピンスポットでしっかり食わせてしっかり魚を取るっていう面に関してはアブソルトトリプル A の5ポンド一択ですね。僕は、僕の冬の釣りの定番の一つでもあるこのスモラバ、まあ、吊るしの釣りですよね、この釣りに使用しているのはアブソルト P の X8 の今は 1.5 号ですね、こちらをメインに使用しているんですけど、やっぱりこの時期から低水温になると魚も動けなくなって、なるべく、小さな口でパクッと食えるものがやっぱりいいという形でカバーの中に絡めていくんですけど、やっぱりそのカバーを絡めた時にどうしても P だといろんな P を使用してきたんですけど、やっぱり感度だったり、やっぱり糸が噛んだりっていうすごい問題が出てくるんですよ。でその中でこのアブソルト PX8 だとすごいカバーを上から吊るした時にもすごい感度が良く、まあ、手元まですごいしっかりきて、なおかつフッキングもパワーがあるのでしっかり決まります。 P にも硬い、やわいってあるんですけど、どちらかといえばやわい方に入ります。ですけどそのやわいからこそ、またいだ時の、バイトだったり、そういったちょっと違和感に気づきやすい、硬いからこそ物を外せるわけじゃなくて、柔らかいラインだからこそ、少しでも、手でシェイクして回収してあげるだけで、全然ストレスなく、パワーフィッシングもできますし、しっかり魚を釣ることもできます。で、もう一つですね、 X4 っていうものがあるんですけど、その X4 っていうのは僕の中では、まあ、0.6 号この時期はよく使うんですけど、 0.6 号でリーダーを組んで、シャットだったりとか、他に言うとノーシンカーだったりネコリグ、ちょっとディスタンスを出して遠くから大きなフラットだったり、岩場を長い距離引っ張りたいよっていう時は、その X4 の 0.6 号でリーダー組んであげてバーサタイルな感覚で使うことがすごい多いです。その一方で、使用するこのソルトウォーターフィネス P ですね、こちらは、今は 0.35 ですね使用してるんですけど、この季節になると多いのがどのフィールドもそうだと思うんですけど、風がとにかく強いで、風が強いとどうしても何やってるか分かんないですよね。どうしてもそのロングキャストして扱いたいっていう時に僕はこのラインを使うんですけど、 P ならではの風に持たれるっていうのは全然なくて、
風を切ってくれるんで、全然フロロカーボンよりもしっかりとしたディスタンスでより軽いもの、今は 1.3g のダウンショット組んでるんですけど、この時期でも 0.9g だったり、まあ、もっと軽いもの 0.3 とか 0.6 だったりの、ダウンショットもネコリグも全部こなしちゃう P なので、しっかりと、いろんな釣りにアドバンテージを作ってくれる。そしてリーダーも 1.25 から 1.55 ぐらいを組んでもらえれば、ある程度、バーミング系のフィネスな P では扱えるので、僕の中ではこの時期の風が吹いたり、どうしても極限な状態で魚を釣るっていう場面ではすごく登場が多いこの P ですね。今使ってるのは、スモラバ、まあ、カバー吊るしですね、吊るしのスモラバを使ってるんですけど、まあ、重さは 4.5g で、まあ、4.5g にしてるっていうのは、まあ、食わせるのは、まあ、この音楽側の水系の今の状況だと、まあ、ボトム近辺になるんで、なるべくカバーに絡めて綺麗にまっすぐ落としたい。どうしてもちょっと軽くなっちゃうと一番ボトムまで綺麗に落ちていかないですね、途中の枝とかに引っかかっちゃって。なんで、まあ、なるべくボトム付近で食わせるために 4.5g っていうのを選択してて、で今使ってるのがラインがアブソルト P の、X8 の、1.55 なんですけど、まあ、X8 シリーズはちょっと強め、まあの P、0.8 から2.5 までっていうちょっとパワーフィネスによったような強めの、ラインなんですけど、僕はもうパワーフィネスのラインはこの一択で、このラインはどちらかというとしなやかで、まあパワーフィネスはやっぱり硬い張りのある P がすごいいいって言われてるんですけど、僕はちょっと逆で、僕はしなやかでこそ枝にまたごした時にちゃんと落ちててくれる。あとはもうロッドと、タックルセッティングを決めてもらって、あとはもうラインがしっかり勝負してくれるし、なかなか X8 なんですけど全然ほつれなくて、しかもトラブルも少ないです。もうバリバス製品を使ってて僕が圧倒的に思うのはトラブルが少ないんですよ。やっぱり P のコーティングがすごいいいコーティングがされてるんで、やっぱりトラブルが少ないのがこの P ラインの一番嫌なところでもあり、それをちょっと嫌ってるっていうか嫌になる方も多いとは思うんですけど、まあ、バリバスそういう方はバリバス の P ラインからすごい使い始めるとすごいいいイメージで魚釣りができると思います。今回紹介するのはこのアブソルト P の X8 ですね。この P は 0.85 から 2.5、まあ、バス釣りの今の P の中では少し強めの釣りを主体とした P なんですけど、表層系のプラグだったりワーミング、あとは今流行りのやっぱパワーフィネスというような釣りで使用するんですけど、やっぱりこの P ってすごいどっちかっていうと柔らかい P のジャンルに入るんです。ですけどこの P 柔らかいこそやっぱり感度がいいで、硬いからこそいいわけでもなく柔らかいこそいいわけでもなく、この絶妙なラインの中でも少し柔らかめっていうところをこのアブソルトの P は言ってるんじゃないかと思います。そして、今回使ってるようなスモラバの吊るしだったり、そういった場面では、吊るした際にどうしても食い込んで回収がしにくいとかそういうデメリットが多いんですけど、このラインではやっぱり木をまたがした時にすごく感度がいいのでしっかりバイト取れる。そしてちょっとだけ手先でシェイクしながら回収したりするだけで全然程よく取れるんで、やっぱその絶妙な、まあアブソルトでもそうなんですけど絶妙な張り感っていうのがこのアブソルト P にも搭載されてるので、すごくおすすめです。そしてこのアブソルト P には X4 というものもありまして、そちらは 0.65 から 0.35、まあ細めのフィネス P って言われる範囲の、ポンド数がすごい多いんですけど、そちらもですねしなやかさ、程よいしなやかさなんです。で、あらゆるシャットだったりとか、まあ、プラグですね、プラグだったりワーミングだったりもすごい使用しやすいのと、マーキングがダークグリーンとモーショングリーンっていう色の2色で、すごい1メートルと50センチ間隔ですごい色分けされてて、すごいそこが見やすくて、今どこに自分がキャストしてるかだったりパッと見だけで分かる、これは P ラインのすごいいいとこでもありますんで、このような、X4、 もう一つある X4 ではフィネスを主体とした釣りをメインに、使用しています。もう一つ使い分けてる P があるんですけど、ソルトウォーターフィネス P、こちらはですね、ライトソルトウォーターゲームの中では最高グレードのラインとなってるんですけど、すごいバス釣りにもメリットがいっぱいありまして、まずカラーですけど白色、白ってすごい視認性が良くてすごい何をしてるかどこに投げてるかすごい分かりやすいです。とにかく強いです。
やっぱりソルトウォーターフィネスピーって言われるようにソルトウォーターの魚を相手にしているっていうことはすごい強い魚がある。で、とにかくこのバス釣りの中でもやっぱり僕が使用してき、ね、た中で全然55センチだったり、60近い魚トバイとしても何不自由なくまた、何も不安なくキャッチすることができる。何よりも僕がこのラインを使用してびっくりしたのは、触り心地、まあ、これが触ってみないとちょっと伝わりにくいところはあるんですけど、なんかフロロカーボンを扱っているようにツルツルしているビーなんですよ。でそのコーティングによって何が違うかというと糸抜け感と、あとはやっぱりビーならではのこのトラブルですよね。糸がバーってなったりするトラブルが全くなくなりました。でそうなくなるにつれてキャストも飛ぶようになりました。軽いダウンショットだったりノーシンカー、まあおかっぱりでの1本僕が最近はスピニング選ぶときはこのソルトウォーターフィネス P に 1.2 号から2号ぐらいのリーダーをつけてもう1本竿を1本持っていけばディスタンスも出せて手前での近い勝負もできると。強度にこだわりとにかく飛ばすこともできる僕のおすすめの P となってます。そうっすね、ピンスポットに対して今いつもワーム入れてるエリアに対して僕はシャット入れることが多いんですよ。広いガビガビじゃなくてもう1箇所1個ドンとか、今までは、ネコリグ入れてるとこをネチネチプラグでプラグのプラスチックのこの水押しで浮かして食わすっていう。あともう昔からやってたんですけど、もう冬温がこれから先2月ぐらいまで水温が4度ぐらいまでなるんですよ。につれていろいろやった結果やっぱシャットが一番釣れるっていうのジャーキングですね。ジャーキングだったりまあちょっとしたちっちゃいトイッチかもジャークはその日の雰囲気次第で強弱は変えるんですけど、冬でも結構エビ動いてて喉で引っかかってることはよく多いんですけど、このやっぱリアクションっていうか短い距離で飛ぶっていうのはすごい大事で、そうっすね、やっぱり切られることがすごい多いんですよね。でプラスプラグででジャックとかで釣ってるんで、まあ、ティッチとかで釣ってるんで針にラインが絡むことが多くて、でその絡んだ状態でファイトしちゃうとやっぱ切れちゃうんですよね4ポンドだと。で5ポンドやったらその辺もなかなか軽減しますし、あとはやっぱりその音楽がすごい巻かれるオーダーだったり岩がすごいガビの岩があるんですけど、そういうのに対してもやっぱり巻かれても全然余裕でファイトできるっていうのがあって5ポンドですね。このシャットの釣り、この釣りには僕はアブソルトトリプルの5ポンドですね、これを使用します。で、シャットの釣り一番魚釣りの中でスピニングのライトラインの中では、岩に対してタイトに釣っていく釣りなんですけど、どうしてもこれってすごいラインに傷が入ったり、巻いてる最中に傷が入ってバイトした時にバレたり切られちゃったりっていうすごいそういうようなシーンがすごい多いんですけど、このアブソルトトリプル A だと摩擦抵抗に強いので結構かなりガンガン強めに巻いたとしてもあまり傷が入りにくいっていうのはすごいいいところで、なのでシャットでもすごい攻めれます。でしっかりジャークして狙っていくこともできますし、このジャークだったりトゥイッチしていく釣りの中でルアーがくるんと針に回ったりして、どうしても針の返しの部分だったり先ですごい傷ついてラインブレイクだったり、ルアーをなくしたりっていうことがすごい多いと思うんですけど、トラブルがないように、5ポンドっていうのを選択してますし、魚がかかった時に、しっかりファイトできて、安心して、最後まで釣ることができる。そして程よい、針感と伸び感があるので、シャットでかかった時もバレにくいと思います。なので、このシャットの釣りには僕はアブソルトトリプルの5ポンドこの一択です。ここは水中堤防があるんですよ。多分一番最初に金森さんと幸太郎さんが勝負した時に金森さんがメガバスのスピナーベイで釣ってた時ですね。あそこら辺が投げてるはずです、はいあ、そうです。多分めっちゃ釣った孝太郎さんはヘビキャロかなんかで、と今からフットボールやってます、まあ、この低水温機で結構ちょっと今から今までは2メーター以内を狙ってたんですけど、今からちょっと2メーターより深いところ狙おうと思って、でここがすごい水中堤防があってすごい
傾斜がきつくて、そこをバンピングで綺麗にこう撫でるようにこう落としていこうかなと思ってます。恩賀川はそのスモラバがすごい効くのと一緒で、フットボールもこの時期すごい効くんですよ。これも多分やっぱりちょっと膨張っていうかぼやけて見えて、バスにとってすごい発見しやすいし食いやすいっていうのがあると思うんで、ちょっとこれ狙ってみます。P を使用するにあたって僕がすごくいつもよく使用するのが P に主なんですけど、使い方がいろいろありまして、僕はですねこのベールに糸を巻いた状態でシューッと染み込ませるすることによってすごい強度も増しますし、より P ラインのゴワゴワとした感じが全くなくなります。なのですごくこのトラブルが減る。 P に主をティッシュなんかにちょっと拭いてもらって、僕はこのガイドを全部すごく綺麗にするんですよ。すると糸抜きがすごく良くなります。それだけでも魚とのやり取りの中でミスは全く増えると思うんで、ぜひおすすめしてるので、リーダーに振ったりガイドに振ったり、あとはスプールの中でラインに染み込ませたり、ぜひやってみてください。そろそろ来い。日の角度もいい感じやけどな。よし釣れた、よかったとりあえずビキ釣れたなんか痩せてるけどよかった。おー、バイトが完全に冬だな。魚も超冷たいし、あやっぱ曲がってるっすもんね。ぬったいなし、なんかちょっと最初枝かなゴミかなって感じだったんですけど、ちょっとライン動いてたんで、今もずっとテトラに当てながらやってたんですけど、全然やっぱりアブソルトの問題ないっす。これ完全もう冬やなずっと読みが外れてた。水温上がったのでちょっとはシャロ刺してるかなと思ったんですけど、魚がもうあんな元気ないとは。いつもだいたいこのエッジ、テトラのエッジで沖側から入れてたら食うんすけど、多分今もうテトラの中に入ってたから多分あのコースで釣れたんですよね。うわっ、暴れた、くっそでっけ、うわでかかった今の、口超でかいの見えた、乗らんかった。
ついてきたのに、ヒューってできたっすけどね。4号ぐらいの、ダメか最後の最後、そこからできました。ヒューってできました。下から出てきたっす。お疲れ様でした、今日はですね、冬の恩賀を1日、ボートで釣っていきました。でなんとか、価値のある1匹をですね、ミスなくキャッチすることができました。でこれから先やっぱり、なかなか厳しい季節ですが、ワンバイトをものにできるように、タックルだったりラインをしっかり、セッティングしてミスのないようにですね、やっていけるといいと思いますので、皆さんも冬のフィールドを楽しんでください。ありがとうございました。